MJC マリンショー2024の表彰式を開催いたします。前年に、マリン業界で、活躍された方、マリンの、普及に、携われた方に、賞を贈るということで、みんなで一生懸命考えて、贈る賞であります。それでは MJC マリン賞開催いたします。 MJC マリン賞2024、お一人目は日本人女性として二人目となる単独世界一周航海を成し遂げた尾崎佳代さんです。1800マイル52日間をかけて渡ったんですけれども、無事に着いた報告を友達にしたら、52日間一人でそんなことするんなら死んだ方がマシって言われてですね、そうかと思ったんですけど、まあ、こうして賞をいただけたことはとってもありがたいことだと思います。 MJC マリン賞2024、お二人目は昨年2023年の水上スキー全日本選手権で最年少で総合優勝、トリック競技で19年ぶりの日本記録を更新した中村丈さんです。私の目標は世界チャンピオンになることです。これからも世界チャンピオンになるために頑張っていきますので、皆さん応援よろしくお願いします。MJC マリン賞3人目の発表です。 MJC マリン賞2024、3人目はパラセーラーの岩匠さんです。セーリングはですね、まあ、障害者健常者関係なく本当に海の上に出るともうバリアフリーなんですね。今後ですね、私みたいにこう障害を持った人にもこういうヨットの素晴らしい世界をですね伝えられるように活動していきたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 MJC マリン賞2024マリン大賞は、俳優そして歌手として長年にわたって活躍されている加山雄三さんです。メッセージをお預かりしておりますので、東海会長田久保からお手紙をご紹介させていただきます。2022年の紅白歌合戦でステージで歌うことは最後と宣言しましたが、私は100歳まで生きることに決めました。これからも海からさまざまなものをもらいながら、その喜びを多くの人々と分かち合っていきます。今日ここに お集まりになった全ての方々が海から愛され、航海の安全が守られ、最高のマリンライフを過ごされることをお祈りし、ご挨拶といたします。加山さん、おめでとうございます。本日はマリン賞、誠におめでとうございます。今後ともこの会で表彰させてもらって、そこでどんどん活躍する日本人が増えていけばいいななんて思っております。本日は誠にありがとうございました。